はい、こんにちは、116インズです。おかげさまでチャンネル登録者が5000人を超えまして、本当にですね、たくさんの方に私の動画を見ていただいてありがたい限りなんですけれども、私の動画のコメント欄を見る限り、まあもちろんですね、 MLB ファンの方っていうのがまあ大半を占めているんですけれども、意外とですね、最近メジャーリーグに興味を持ちましたという方でしたり、あるいはまあ私の動画をきっかけにしてまあちょっとメジャーリーグに興味を持ちましたっていう方がまあ意外といらっしゃいまして、でそういった方のコメントも読んでると、まあ、メジャーリーグ興味は持ったもののちょっとどこから見始めていいかわからないっていうコメントもまあ意外と寄せられてるんですね。なので今回の動画は、まあ、そういった初心者の方に向けて、まあ、MLB こういったところから見始めてみたらいいんじゃないかっていう私からの提案の動画になります。まあ、参考になればいいなと思ってますので、ぜひ最後まで見ていただけるとありがたいです。で、初心者の方が MLB どこから見始めていいかわからないというふうに、まあ、迷ってしまう要因として、まあ、おそらくチーム数の多さが挙げられると思うんですね。まあ、MLB っていうのはアメリカンリーグとナショナルリーグ、まあ、日本でいうところのセリーグとパリーグのような、まあ、2リーグ制を取っているんですけれども、まあ、両リーグですね、各15球団ずつありまして、まあ、合計30球団もあるんですね。まあ NPB は12球団ですので、まあチーム数は単純に 2.5 倍あるわけですから、まあちょっと30球団もあると、まあ選択肢は多いのはいいんですけれども、まあちょっとどこから手をつけていいかわからないという状態に多分なってると思うんですね。まあそらそうですよね。私も多分同じ立場だったら、まあきっと迷っていたと思いますし、で、まあしかもアメリカのこうリーグなわけですから、こう日本みたいに、まあ地元のチームを応援するとかっていう、まあそういった理由もなかなかできにくいので、まあ迷うのは全然普通のことだと思うんですね。まあ、そんな縁もゆかりもない MLB なわけですけれども、幸いなことに現在日本人選手が、まあ、現役選手だけでも9人いるわけなんですね。これを活かさない理由はやっぱりないと思うんですね。もちろんこうミーハーみたいでちょっと嫌だって思う人もきっといると思うんですけれども、やっぱり取っかかりとしては日本人選手のいる球団から見始めるっていうのが、私としてはいいと思ってるんですね。というのも、日本で見る機会っていうのがやっぱり多いわけですよね。日本人選手のいる球団の試合っていうのは。まあ、例えば NHKBS ですとか、J スポーツですとか、まあ、最近だとダゾーンでも見られますけど、結構こう、いくらでも、こう、日本人選手がいる球団の試合であれば、パッと思いつく限りでも、まあ、いくつか出てくるっていうだけでも大きいと思うんですね。このアクセスのしやすさっていうのは、まあ、他の北米スポーツにはない強みだと思ってまして、まあ、最近だと NBA に八村塁選手が出てきましたので、まあ、日本からの注目度も上がってきたわけなんですけれども、まあ、残念ながら NBA の放映権っていうのは、まあ、楽天が独占していますので、まあ、なかなかテレビで見るのは難しいと。まあ、その反面 MLB に関しては、まあ、普通にテレビで見ようと思えば NHKBS とか、まあ、J スポーツといった手段がありますので、まあ、そこのね、こう、敷居の低さっていうのは、やっぱり MLB っていうのは、日本においては強いのかなと思いますね。で、あとは最初の方でも言いましたけれども、まあ、日本人選手がいるというだけで取っかかりがありますよね。なかなか選手を一人も知らない状態で、まあ、メジャーリーグの試合を見続けるっていうのは、まあ、興味が続かなくなっちゃうと思うんですね。まあ、もちろん続く人もいるとは思うんですけれども、まあ、大多数の人は、まあ、一人も知らないと、まあ、ずっと見続けるのは難しいと思うんですね。そんな時に一人でも知っている日本人選手がいれば、あ、じゃあこの選手出るから試合ちょっと見てみようっていう気にもなりますし、その後も割とこう飽きることなく試合を見られると思うんですね。で、試合を見続けていれば同じチームの選手の名前も覚えていくと思うんですよね。まあ、例えば大谷翔平選手のいるエンゼルスだったら、じゃあ他にこうマイク・トラウトというまあ素晴らしい選手もいますし、まあアルバート・プホルスとか、まあジャスティン・アプトンとか、アンドレルトン・シモンズとか、まあ、どんどんですね、選手名を覚えていくんですよね、その過程において。で、その日本人選手以外の選手たちのプレーも見て、まあ、例えばトラウトめっちゃホームラン打つなとか、シモンズあんな深いところからアウトにできるんかとか、まあ、いろいろとですね、やっぱりメジャーリーガーたちなので、まあ、結構こう、我々の想像を超えてくるようなプレーも見せてくれるんですね。そういったところから、まあ、チームメイトたちがどういう選手なのかっていうのがだんだんこう、頭に入ってくるんですね。なので、初めは日本人選手をきっかけに見ていたのに、まあ、だんだんとこう同じチームの選手たちの知識だったり、まあ、メジャーリーグの知識だったりっていうのが、まあ、徐々に増えてくるんですね。でもっと言えば野球というスポーツは相手がいないと成立しないので、
まあ、対戦球団っていうところにもぜひ注目してほしいなと思いますね。まあ、もちろんその日本人選手のいる球団をそのまま応援するのも全然良いと思うんですけれども、まあ、冒頭にも言いましたけれど MLB30 球団もあるわけですから、まあ、大体ですね各球団1人ぐらいは、まあ、結構すごい選手っていうのはまあいるんですよ。まあ、なのでその相手球団にもぜひ注目して見ていただければ、まあ、もしかしたらですね皆さんの好みに合った選手だったり、まあ、チームだったりっていうのが出てくるかもしれないので、まあ、ぜひですねそのまあ日本人選手がいる球団っていうところも見てほしいですけれども、まあ、ぜひその相手球団っていうところにもぜひ注目してほしいなと思いますね。あとは単純に強いチームから見始めるのもまあいいと思ってまして、まあ、こちら昨年の順位表なんですけれども、まあ、各地区の上位にいるチームっていうのが、まあ、今強いチームに部類されるようなチームたちですね。昨年で言えばヤンキース、ツインズ、アストロズ、まあ、アストロズはいろいろありましたけど、あとはブレーブス、カージナルス、ドジャースと、あとはワールドチャンピオンになったナショナルズなんかまあ強いチームに入りますよね。やっぱり強いと言われるチームたちは、まあ、選手が揃っていたりですとか、まあ、強いなりの理由があるわけですから、やっぱり見ていて面白いと思うんですね。なのでそういった強いチームから見始めるっていうのも私は全然ありだと思いますね。私自身もまあ今マリナーズファンですけれども、やっぱりマリナーズが強い時期から見始めましたし、まあその結果として地獄を見ることになったんですけど、やっぱり強いチームの試合って見ていて面白いんですよね。なのでそういった始め方もありなのかなと思いますね。まあ何はともあれ、まあとりあえず今興味があるんでしたら、まあぜひですね、見るという行動を起こしてほしいなと思いますね。で、試合を見ながら興味を持った球団ですとか選手が現れたら、またこの動画に戻ってきていただいてですね、まあきっと私の視聴者の中のこう MLB ファンの方々がですね、まあ下のコメント欄にこう各球団のファンたちがまあアピールをしてくださっていると思いますので、まあそこをね参考にしながら自分の好きな球団とか、そういったところを決めてもらえればなと思いますね。まあ、MLB 今季いつ開幕するかまだちょっとわからない状況ですけれども、まあ、皆さんがですね自分の好きな球団好きな選手っていうものを見つけて、まあ、一緒にですね MLB を楽しめたらいいなと思っております。ということで今回の動画は以上となります。今後もですね MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。